読売ジャイアンツ対バファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、バファローズの先発は右の山下、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の菅野マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、トップバッターは中川。第9投げた、初球から打ってった、あっと取れない。中川いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球から送ってきました、三塁線転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第9外れた、ボール。第2球投げました、外のボール球打った、右中間へ持っていきましたがヒット。中川三塁回った、ボールが転がる、バファローズまずは1点先制、1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ワンアウトランナー二塁という場面で頓宮、背番号44。第9投げました、外角高め、ボール。さあ次の投球、2球目空振り。第3球空振り、追い込んでから投げました、ボール。さあ投球は5球目、打ちました、痛烈、いった、チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは5番、西川。背番号7。第9投げました、ストライク、まずは入れてきました、初球ストライクから投げました、見送ってボール。第3球を投げた、フォーカーストライク、ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。さあ4球目打ちました、吉川ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番トーマス。第9背番号45投げた、初球に送ってストライク。第2球投げた、ボール。投球は3球目投げた、打ちました、岡本下がっていった、取りました、これで3アウト。1回の表が終わって3対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。右の山下マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは吉川。第9投げた、ストレートはボール、まずはアウトロー。第2球投げました、真ん中にストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、レフト見送った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、ファン待望のアーチ、今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。左
左バッターボックスは門脇。背番号5。第9球初球すっぽ抜けボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球高め外れてボール。第4球はアウトコース低め空振り。第5球投げました、打った、ゴンザレスバックしていった、ラッキーなヒット、門脇ナイスバッティングです。バッターは3番坂本。第9球打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、トング落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号25。第9球投げた、変化球はアウトローへボール。さあ次の投球、一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。さあリプレイです。投球はこれから3球目。投球これから4球目、外角低めボール。第5球投げた、見逃し三振、左バッターボックスは5番秋広。第9球ストライク、いきなり158キロ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。次は4球目投げた、ボール。さあ5球目打った、第6球を投げました、インハイ、空振り三振、最後はキレのある変化球。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1回の裏が終わりまして3対1、ジャイアンツこの回1点を返しました。2回の表バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターはゴンザレス、投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、スライダーボール、外角高め。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。次は4球目、投げました、空振り。さあ5球目、外れたボール。投げた、外れてフォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えます。バッターは8番紅林。背番号24。第9球投げた、打ちました。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、アウトコース高め、外れてボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、これは引っ掛けた、内野ゴロ、門脇取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、ツーアウトランナーなくなりました。背番号11。第9球投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから投げました、フォークボール空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、アウトコース高め。投球これから4球目、インコース低め、見逃し三振。2回の表が終わって3対1、バファローズこの回の攻撃は0で終わっています。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。ボール、まずは高め。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、パワーカーブ、ボール。第4球を投げた、アウトコース高め、ストライク、158キロのまっすぐ。さあ投球は5球目、ストライク。
投げた158キロ直球、空振り三振、三者連続三振。リプレイをご覧、左バッターボックスは7番大城。背番号24。第9投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。トング一塁、ベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番佐々木。第9初球空振り、いきなり158キロ。第2球投げました、ボール。第3球、3球目ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、ファール。投げました、見送ってボール。第6球を投げました、打った、ファールボール。投球これから7球目、打ちました、ゴンザレス。ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回が終了しまして3対1です。バファローズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは中川、投げた、初球フォークボール空振り。1球目空振りから、第2球投げた、インコース、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、打ちました、あっと右中間、どうだ、これはヒットになります。中川、いいバッティングを見せました。バッターは2番宗、投げた、初球を打ちました、鈍いゴロ、二塁を送る、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。バッターは3番森。第9投げた、初球を打った、センターへのフライだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対1バファローズ、この回0点に終わっています。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー菅野、第9投げました、初球パワーカーブ空振り、キレのある変化球。第2球投げました、2球目ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました、高め、ストレートは外れてボール。投球これから4球目、ボール、内角低め。第5球投げました、打った、センター方向に持っていきましたが、センターバック掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って、吉川、第9投げました、ボール。第2球空振り、投球は3球目、投げた、打った、引っ張った、一、二塁間の当たり、抜いていった、吉川ナイスバッティングです。左バッターボックスは2番門脇、投げた、ストライク。第2球見送ってボール。第3球を投げた、パワーカーブ、見送ってストライク。一塁へ牽制球を送ります。投球これから4球目、流し打ち、切れていきます、ファール。投球これから5球目、外れた、ボール。第6球を投げた、変化球、空振り三振。右バッターボックスは3番坂本、第1打席はファーストフライに倒れています。バファローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。投球これから2球目、打ちました、センター落下点に入りました、掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツ、ファーストランナー残塁、序盤終了しまして3対1です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターはトング、投げた、初球から打ってった、右中間へのフライ、ヒット、ボールが点々と転がっている。トング、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは5番西川、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、アウトロー、フォークは外れてボール。第3球を投げました、いいハイ、空振り。次が4球目、打った、レフトへのフライになった、取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。初球スライダー空振り。
第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、二塁フォースアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第1球投げた、打った、ファール、1球目ファールから第2球ボール。第3球を投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げた、高め、ボール。第6球を投げた、ボール。第7球を一塁ランナー自動的に打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト、スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁、4回の表が終わって3対1です。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡本、内角外れてボール、投げました、高めストライク。投げました、打ちました、頓宮交代、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番秋広、これが2度目のバッターボックス。初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファール。初球ファールから第2球、見送ってボール。第3球は打ちました、これはピッチャー正面、ゴンザレス掴んだ、判定はセーフ、記録はヒット、これで2打数の1安打。投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、高めストライク。さあ4球目、ボール外へ。第5球投げた、ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。さあ6球目、打った、当たり損ない、紅林ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。第9、低め見送ってストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、引っ張った、ファールボール。追い込んで第3球を打った、いい当たりだ、抜けた、センターからサードへ、大城ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第9投げた、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ジャイアンツ結局ランナー2人残塁、4回までが終了しまして3対1です。5回の表、バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは紅林、投げました、初球スローカーブ、空振り。第2球投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。投球これから4球目、ボール。第5球投げました、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第6球は合わせて打った、抜けた、紅林一気に二塁へ、紅林ツーベースヒット。ピンチヒッターは杉本、菅野ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第9投げました、ボール。まずはインコース。第2球投げた、打った、内野ゴロ、二塁ランナー三塁へ向かう、菅野取ってアウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。初球空振り、
投球これから2球目、アウトコース低め、ボール。第3球を投げた、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから4球目、スライダー、ボール。次は5球目、引っ張った、行ったか、どうだ、入るか、バファローズ1点入りました。4対1、中川タイムリーツーベースヒット。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあリプレイです。バッターは2番宗、まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。もう1回ここで2塁へ牽制球を送ります。第1球投げた、ボール。投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、セカンドから1塁送球、アウト。宗いい当たりでしたがセカンド正面。ジャイアンツなおもピンチが続きます。インローで送ってストライク。第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、低め、外れてボール。次が4球目、打ちました、サードの頭上、坂本余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。5回の表が終わって4対1、ジャイアンツ1点を奪われています。山下降板、右の阿部、今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げました、流し打ち、どうだ、サード右へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って吉川、第9投げました、初球空振り。第2球投げました、流し打ち、ファール。第3球を投げた、打った、フラフラッと上がった、ショート取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番門脇、これが3度目のバッターボックス。あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の裏が終わりまして4対1です。菅野降板、右の船場様、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9投げた、初球はストライク。第2球投げた、ボール。投球は3球目、投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打った、1、2塁間へ、吉川取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番西川、今日はセカンドゴロとレフトフライ。第9球低めストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、スライダー、ボール。第4球はインコースのボール、左へ、スタンドに入りました、ファール。次は5球目、打ちました、ファースト正面、岡本自分でベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番トーマス、今日はファーストフライ、打ちました、初球打ち、ダイレクトで当たった、打ったバッター一気に2塁へ向かう。トーマスツーベースヒットを放ちました。さあ追加点を与えたくない場面でバッターはゴンザレス、今日はフォアボールとピッチャーゴロ。第2球投げました、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、取りました、これで3アウト。二塁ランナートーマス残塁に終わりました。6回の表が終わって4対1です。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは坂本、今日はファーストフライとセンターフライ、ファール。見送ってボール。第3球
打った、ファールボール、追い込んでから投げた、打ちました、内野ゴロ、宗ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、今日は三振とファーストフライ。第9投げた、初球を打ちました、抜いていった、岡本いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。左バッターボックスには秋広、今日3打席目、初球外れてボール。第2球ボール。第3球変化球ストライク、インハイへ。第4球を投げた、ボール。さあ5球目決まった、ストライク、投げた、打ちました、胸掴んだ、二塁フォースアウト。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球初球空振り、一塁へ一つ牽制球を送りました。バファローズここは引っ張りに警戒します。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、見送ってストライク。さあ4球目、打った、流し打ち、破った、ナイスバッティングです、初安打。左バッターボックスは7番大城、決まった、ストライク。第2球投げた、ボール、内角へ。第3球をボール。第4球を投げました、高速スライダー、ボール。次が5球目、アウトロー空振り。第6球をランナー一斉にスタート、打ちました、ショート正面、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツランナー一塁二塁残塁、中盤まで終了しまして4対1です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは紅林、ストレートはボール。第2球投げました、打った、門脇、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打はセデーニョ。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げました、スライダー、ボール、外角高め。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、抜けた、セデーニョ、いいバッティングを見せました。投げた、ストライク、初球空振りから。第2球ボール。第3球を投げた、打ちました、ショート右、ショートから二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日3回目の併殺でこの回を終えました。7回の表が終わって4対1です。比嘉降板、右の宇田川、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第1球初球を打った、ボテボテのショートゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打長野。第9投げた、打った、投球これから2球目、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って吉川、今日はホームランを打っています。第2球投げた、空振り。第3球を投げました、低め際どい、ボール。投球これから4球目、ボール。
さあ5球目、落ちるボール、見逃し三振。ジャイアンツ最後の打者は見逃し三振に倒れました。7回の裏が終わりまして4対1です。船場様降板、左のマルドナード今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バファローズこの回は2番からの好打順、トップバッターは宗。投球これから2球目、スライダーボール。投球は3球目、投げました、打ちました、引っ掛けた、岡本下がっていった、岡本掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは森。第9投げました、インコース低め、ストライク。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。1球目空振りから、第2球ボール。第3球打ちました、坂本バックしていった、これはサード間に合いません、ファウル、三振。バッターは4番トング、今日2打点を挙げています。外を際どいボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、アウトコース高め、空振り、154キロのまっすぐ。第4球を投げた、打ちました。さあ5球目、見送ってボール。投げた、これは外れてフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第9投げた、初球から打ってった、1、2塁間アウト、スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。8回の表が終わって4対1です。宇田川降板、右の山崎今日5番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは門脇、打ちました、初球打ち、セカンドの左、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番坂本。第9投げた、外角低めいっぱい、ストライク、いきなり157キロ。第2球低め、直球は外れてボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、ボール。次が5球目、打ちました、レフト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番岡本、これが4度目のバッターボックス。第9投げました、初球打ち、抜けた、岡本ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。アウトコース高め、ストライク。第2球投げました、これもしかし空振り、タイミング合いません。追い込んで第3球を1球外した、ボール。第4球を投げました、打った、アルボール。投げました、打ちました、ゴンザレス取った、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー岡本残塁に終わりました。8回までが終了しまして4対1です。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは茶野。第9決まってストライク、初球空振りから、ツーシームはボール。第3球を投げた、打った、左中間のフライ、レフト前進、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番ゴンザレス、今日4度目のバッターボックス。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、打った、左中間へのフライですがレフト取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番紅林。第9投げた、ストライク、少し意識しすぎたか。第2球投げた、ボール、外角低め。第3球を投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、古林いいバッティングを見せました。ピンチヒッターは西野。第9投げました、ボール。
投球これから2球目。打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒット、中継。西野、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。第9球投げました、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ツーシームはボール。第4球を投げました、インコース低め、空振り。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、アウトコース外れてフォアボール。これで満塁です。今日元気のない宗。第9球投げた、ボール。まずは内角。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。マルドナード、見事に流れを断ち切りました。山崎降板、そしてマウンド上はクローザー平野、今日6人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。投げました、ボール。第2球外れた、ボール。第3球を投げました、空振り。カーブに全くタイミング合いません。投げました、空振り。さあ投球は5球目、投げました、インコースのボール左へ、アルボール。第6球を投げました、これはいい当たりだ、右中間、一投、間違いない、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、ヒットを逃しませんでした。スタンドからの声援が力に変わったホームランです。左バッターボクサー7番大城。第9球インハイ、フォークは外れてボール。投げた、空振り。第3球を投げた、打ちました、1、2塁間の打球、ゴンザレス、ボールを取る、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番佐々木、今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました、宗掴んだ、ボールはファーストへ、アウトです、一塁はアウト。先ほどのプレーです。代打は梶谷、ジャイアンツ最後のバッターになるのか。第9球高め際どい、ボール。投げた、打ちました。第3球打ちました。第4球を投げた、打った、三遊間の当たり、アウト。ゲームセット、ジャイアンツ惜しくも逆転ならず。